銀チャンネルのバースプリクイズ。このルアーの名前は何でしょう。すんごいスプラッシュ。マッサー、はい、こんにちは。さあ、お昼のこの時間帯にため池にやってきました。まあ、野池ですね。セレクトしてるものとしては、まあ、その辺は後でいいか。とりあえず、銀チャンネル始まるんで、最後までがっちり見ていって、まあ、釣り方参考にしてもらえたらなと思います。それでは、やっていきましょう。さあ、来ていきなり、まあフラフラと見えますが、ちっちゃいですけどね、います。で、見てる感じでちょっとトロロモみたいなのが水面にカバーみたいな感じで存在していると。ボトム付近にはさ、多分そのトロロモのなんか元になってるようなものが結構ボトムにびっしりはびこってるといった感じ。泳いでる魚が結構多いと。で、水温的にはおそらく26度7度、まあ、今日中だからもう少し上がって28、29とかそんぐらいかもしれないんですけども、いかんせん暑いですね。さらにその土日中のご覧の通りのほぼ風なしっていうね、はい、こんなタイミングだからこそのセレクトになっています。まず一つもうパッと見てわかりますね、ミニスコーン、はい、そしてギャップジグ、まあ、ラワージグですね、そしてイモ60とザリガニスとチャーター、これはトランキルで、バックの中に予備でスピナーベイト、これが入ってますと。でちなみに、ラバージグはもうおなじみポーク、ボトムに生えてるウィードのスレスレつらっていったところを巻いてくると結構魚釣れんじゃないかなっていう布陣になってるんですよね。まあチャッターとかそのミニスコーンとかもそうで、ギャップジグはこのジグストでちょっとレンジが巻きで厳しいなと思ったらストローリングでやってあげるともっと粘り強くボトムスレスレをキープしてくれるだろうし、チャターもだしスピナーベイトも同じ理由ですね。早速やっていこう。まずはミニスコーンでしょ。もうこっからいきます。いきなりいきなりですけど、こいつからもう釣るつもりでいきます。ビビビショット 7g にアンモナイトショット3インチっていう、もうミニスコーンの中では僕の中でのミニスコーンの最強ですね。個人的にはね、このミニスコーンは秋というよりかは冬なんですけどね。冬に強いミニスコーン。うわー、食ってきた。はいはいはい、いきなりだよ。マジでめっちゃいきなりよ。これ狙いは多分合ってるな。多分狙いは合ってます。当たりはもらえるけど、すんげえ乗らないから多分ちっちゃいよ、かなり。このミニスコーンで乗んねえんだもんな。ウィードの中から引っ張るにしてはアピールがちょっと弱いかな、ミニスコーンじゃ。チャターとかスピナーベイトの方がいいかな。じゃあ今年一調子、ギャップジグとポーク、これと組み合わせていきます。ジグスト乗らないんですよね今日、マジで。よし、ギャップジグだとやっと乗るっていうね。はい、これですよ。だからこれサイズが一生懸命そりゃガブガブしたって乗らない。ミニスコーンでもギリギリですよこれ。よし、あーちっちゃかった。くそ、しかもバレた。ドンって入ったからでかいと思ったんですけどね。よし、ちっちゃい。最初のツッコミだけなんかやたら重く感じるな。
どう頑張ってもなんか30センチが限界って感じですかね。浅いところをバーって巻いてみて、どうかな。うわ、マジでドンって入ったんですよね。うそん、トレブルフックのブーストだよ。乗らないなんてことがあっていいのか。よし、食った。おい、さあ、数釣りになるか、でかいのが混ざるか、どっちだ。よし、ほい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 、カズ釣りフィーバー。あ、バレた。さあ、そこでびっくりしたわ今。おー、足元で。おう、またバレた。口が柔らかいからね。よし。おお、すごいな、お前。おお、すんごい早起きしてんのに、すんごい追ってきて食うんだね。よし。あ、バレた。おお、さあ。うい、よ。ちっちゃいけど、お、ゴミが釣れた。ゴミの中にバス。あ、ちっちゃ。これはすごいっすね。護岸周り超止まってるわ。ジェリージェリージェリー、いや、あばた、プリーフライク。俺の足元で先から釣れてるもんね。よし、ストライク。よいしょ。よし、ストライク。足元で全部このサイズが重なってくるんだよな。すごいな。よし。もうよく引く。よく引く。ストライク。よいしょ。はい。よし、ストライク。でもちっちゃいな、やっぱ。ちょっと護岸離れましょうか。一つとしては、一つは、どっかにがっつり固まってるから、その固まってるところを見つけない限りは基本コバスしかいないっていう。もうそもそも自分たちが投げてるところにでかいバスがいないっていうパターンなんですよ。どっかには固まってるんですけどね。で、次に可能性としてあり得るのが、でかいバスがスクールで回遊してるパターン。これもまあ一つの固まってるっていうのと一緒なんですけど、デカバス同士で固まって行動してるから、そのデカバスに当たらないっていう ね。こんな動機でさ、釣れて魚は散ってんだけど、あくまでも散ってるのはこのサイズなんですよね。でかいのが散ってないっていう。あ、でかいのはね、多分どっかにね固まってるんだけど、まあその固まってるところにつけたとして、果たしてブーストとかリベロでどうにかできるのかっていうところですけどね。コンコの方っていうか、そのワンドじゃなくて大元の沖に投げてみようかな。ストライク。